はい、えー、じゃあ、すかさず2本目。えー、ベイスターズですよね、えー。オースティンが、えー、っと、まあ3年契約ですか、えー、決まったという発表がありました。えー、っと、1週間ぐらい前かな、なんか高木豊さんの、えー、YouTube のチャンネルで、えー、オースティンがもしかしたら、うーん、ちょっと契約難航してるんじゃないかっていうような、 え噂とか、ちらっとそんな話もしてたので、少し心配してたんですけれども、無事、オースティン選手が3年契約ということになりましたので、これで一安心というか、来年ベイスターズは強いんじゃないかなっていう、東投手最初から、今永東、最初からいますからね。 で大抜きでロメロメいるしょだから4人先発結構ね、えー、いい先発ピッチャーがいるっていうことでねであとこれに、えー、あと誰ですか浜口とか、えー、上茶谷とか京山とか坂口君とか、えー、あたり深すかね、えー、入江。えー 年取った銀次君とか三浦三浦銀次じゃない何銀次でしたっけ、えー、まあとりあえず大卒2人ぐらい、えー、取りましたよねとかとかっていうことで先発がいると、えー、まあ、中継ぎ1人取ってましたよね補強ありましたしうんでえー、っと国吉じゃなくて宮國選手とか有吉選手がこう中に入ってもらって。 な感じで外野はねあのもちろんいて太田選手も入りましたしあとは内野森君が出てくるかどうかまあ一応柴田大和いて森君いてセカンドは牧選手ファースト外のところがこれがまあ太田選手取ったことによってその外選手がえー、っと。 常に試合に出れるとは限らないかもしれないみたいなことになるということだとは思うんですよね。えー、であとは、まあ、サード宮崎選手なんですけど、まあ、ここの後釜、まあ、ですよね伊藤幸也選手とか待ってるんですけどねうん、まあ、あとは高卒で去年でしたっけ、えー、小豚戦小豚選手。 っていう,なんうんうん。あと、千乃ちゃんもね、まあまあ、ショートで出てましたけど、サードもできるんでしょうからね、とか、とかとかみたいな感じで、えーと、来シーズンは明らかに、ちょっと戦力アップでした状態で、来シーズン間違いなく、えー、試合、えー、開幕ねいける、来シーズンはいけると思うんで、えー ちょっとあれじゃないですかね。来シーズンって本当に強いんじゃないかな。ピッチャーいるからなぁ。あとは三島選手がまた抑ええー、復活してくれれば間違いないんじゃないかなと。っていうような感じで、えー、来,年来シーズンはベイスターズ A クラス十分。 優勝は分からないですけどもまあ十分 A クラス,クラス CS は十分に目指せるんじゃないかということで、えー、これが今これ今4分しか渡ってないのかなかなかあれですよねあの時間って経つの遅いものですねあの一応それなりに喋ったつもりなんですけどまだ4分ということで えー、1分間ベイスターズについて何か喋りますかうーん、そうですね。まあもうないですよ。オフ <laughs> ですからね。えー、えー、と、意外とこの、まあだからね、これを見てね、馬鹿にするとは思うんですけれどもね、皆さんもね、えー、普段絶対やらないですからね、独り言をね、 じわじわとしと喋るんじゃなくてねこんな5分もね1人でしゃべるっていうことは、まあ、日普通のね生活してたらまずないですから皆さんもね是非 YouTube やってほしいと思うんですよねこの別にそ YouTuber とかそういうことじゃなくてねあの単に撮って出すだけですんでね。で あのまあどうせね95%の人は多分、えー、収益化みたいなことはできないんですよ。だからまあ、あのー、ほぼほぼ失敗するんで、別にそのなんか、あんまり何も考えずにね、とりあえず動画撮ってあげて、ぜひね、こうその見て楽しむものでもあると思うんですけど、でもねあの、自分も参加して楽しむものでもあると思うんですよね、YouTube っていうのは。あのー、なんだろうな。 あとまあ要はこれだけ簡単でただでできるものなんでねあのこう品質がどうとかねそんなことじゃなくて、ね、ただ単に自分のために取ってね出してみるっていうのをねぜひ皆さんやってみてくださいあのー、いきなり何も考えずにね録5画ボタンをポンと押して5分喋るっていうのをね、えー、どのくらいの <laughs>。 あことに、ね、なっっててしまうのかっていうののかいをねあの皆さんにもぜひ、えー、一度味わっていただきたいと思いますね。そういうわけで、えー、なんだかん、ね、だこれで6分経ちましたので、えー、この回は、えー、これでおしまいということで、えー、また近いうちお会いしましょう。ではさようなら。